はい、皆さんこんにちは。乃木坂46の10周年バースデーライブ、とてつもなく素晴らしかったと、ね、非常に話題になっております。あの AKB48 のですね、東京ドームの1830m の夢っていう初のライブがあったんですけれども、それ以来のですね、もう素晴らしい感動をですね体験いたしました。ちょっとねニュースがあるので読んでいこうと思います。乃木坂46が10周年記念公演、秋元真夏立ち止まっている時間はないと、11年目以降も歴史を作ると、力強いこのメッセージをね発信されております。乃木坂46が15日横浜日産スタジアムでデビュー10周年記念ライブ 10th year birthday live の公演を開催いたしました。千秋楽公演ですね。全メンバー44人に加えて、西野七瀬27歳や白石麻衣29歳、生田絵梨花25歳ら卒業生 OG もサプライズで登場してくれました。素晴らしいですね。伝説の一日となったわけですが、この乃木坂ファミリーが集結し節目を祝うお祭りで、客席を埋めたファン7万人を沸かせました。冒頭、今年2月に加入した5期生が登場、4期生3期生と順に続いたわけであります。3期生の副キャプテン梅澤美波23歳は行くぞ日産スタジアムと叫び、2期生鈴木彩音23歳は皆さんお元気ですかと続けた、1期生の斉藤飛鳥23歳は10歳のバースデー、皆さんたくさんお祝いしてくださいと、盛大にアピールされて、非常にね大きな、大歓声、大きな拍手を浴びたわけであります。もう素晴らしいの一言ですね。文句のつけどころありません、ございません。11年8月に結成、乃木坂46、翌12年2月にシングルぐるぐるカーテンでデビューして以来、坂をこう上り続けてきたと。15年から NHK 紅白歌合戦に7年連続で出場、これもねとんでもない、もう偉業ですね。17年からは出なくても出ない人いっぱいいますからね、アーティストが。17年からは2年連続で日本レコード大賞にも輝きました。これはもう大きな話題になりました。バズってました。トレンド1位になってましたね。日本を代表するアイドルグループとなった乃木坂46にとって初めて足を踏み入れた日産スタジアムは、10周年の節目にふさわしい過去最大規模のライブ会場、横浜においてですね、10周年バースデーライブ節目にふさわしいですよ、過去最大規模のライブでありましたと。14、15、この土日の2日間で計14万人、これも動員客数とてつもない数ですね。生配信含めて、生配信もありましたから、多くのファンを魅了したということであります。一方でですね、メモリアルらしいサプライズもありました。白石さんや西野さんはじめ2日間で7人の卒業生、これだけない OG が集結してくれるようなライブっていうのもね、もう非常に珍しいです。2日間でなんと7人の卒業生が登場、OG がライブに出演しパフォーマンスするのは約8年ぶり、これも非常に嬉しい。ファンにとってはですね、もう推しが8年ぶりでも登場してくれるのは、これは非常に嬉しい、ありがたいことであります。1期生樋口日奈24歳、和田真彩24歳はじめ涙を流すメンバーもいました。当然ですよね、久しぶりの再会であります、同志であります。斉藤は私たち1期生は出会ってから10年以上の付き合いになります。なんだか言いようのない特別な愛情が生まれてきています。みんなのことを考えるだけで涙が出そうになったりして、こんな感情になれたのも10年頑張ってきたからかなと微笑んだわけであります。いや、素晴らしいコメントですね。この10年の集大成、伝説の一日でありました。36人からスタートした1期生も4人になりました。それでも近年は後輩たちの台頭もあり、世代交代に成功しつつあると。3期生の山下美月22歳は、乃木坂46はまだまだこれからも成長していきますと、今がピークとならないよう今よりは私たちが全力で頑張っていきますと、これからね10周年15周年20周年とね、またさらに坂道をこう坂を登っていくと、もう素晴らしい決意ですね。力強く誓ったわけであります、3期生の山下美月さん。そしてここでですね、キャプテンの秋元真夏さん28歳は、ここまでやってこられたのはメンバーの力だけではなく皆さんのおかげでありますと感謝されたわけであります。
まあ、立ち止まっている時間はないと思っています。まだまだ歴史を作り続けて、ここから新たな未来を私たちが切り開いていかなければいけませんと。11年目の乃木坂46もどうか隣で歩いていってくださいとファンに呼びかけました。大きな拍手を浴びたわけであります。素晴らしい。本当にね、文句のつけどころがない、大大感動、サプライズありきのね、もうビッグサプライズありきの素晴らしいライブ、乃木坂46 10周年記念公演、横浜日産スタジアムで開催でありました。ありがとうございました。失礼いたします。